防波堤で釣りをしてたら、根がかりして手ぐすを切らないように慎重に上げたら、太い海藻の根っこのようなものを釣り上げた。とりあえず傍らに捨てて釣りを続けた。ちょっとしてから視界の隅で何かが動いたような気がして、ふとそいつを見ると、その塊が動いていた。いや、正確に言うとその塊から生えている枝状のものが動いているのだ。近くに寄ってよく見たら、それは今まで見たことのない枝状の生き物。目もありくちばし状のような口もあったが、胴体は柳の枝を円形につなげたものに、手足が生えているような見たことのない形状。それ全体が先の海藻の根っこのようなものにつながっていた。そしてそれは自分の体を海藻の根っこから引き剥がそうとして必死になっていた。俺は気持ち悪くなってそれごと海に蹴り落とした。しばらく経ってそれにそっくりな生物の出てくる漫画を読んでゾッとした。それは諸星大二郎の妖怪ハンターヒルコという漫画。